コネから虫がなくしたい。はい、千葉です。おしゃれでございます。ドロックス・グルビデンス。ということで、グルビデンス、大クワガタのリアルな作り方がわかります。このチャンネルでは、カブトムシクワガタの折り紙を厨房のオリジナルでたくさん持ってますので、他の動画もぜひ見てみてください。チャンネル登録もぜひお願いします。厨房のゆるいグループチャンネル&チューブも、よかったら動画説明欄から覗いてみてください。というわけで、グルビデンス、大クワガタ、厨房と一緒に作ってみようぜ。厨房からのお願い。 YouTube を見るときはお家の人に声をかけてみてね。部屋を明るくして離れてみてね。疲れたら無理せず休んでください。水分補給も忘れずに、ハサミを使うときは気をつけて。小さいお友達は大人に頼んでね。最後まで聞いてくれてありがとう。リクエストでクリビデンスオークワガタ作りました。リクエストありがとうございます。好きな折り紙2枚用意してください。ハサミテープ用意してください。それでは頭から折っていく。色流し角から折っていきます。マンディブラリスから始めた内出血の顎の折り方をやっていきます。まあ、折り方としては結構太陽平田に近いのかな。白三角を折っていきます。結構折り方悩みましたね。どう太陽平田と変えていくか。はい、折り線を使って四角に閉じてください。こんな感じです。これでは真ん中に向かって三角形を折っていきます。4回折ってください。最初はね、いつも通りのクワガタって感じでございます。流して反対も折っていきます。から上側の三角形で両側に、上の三角形で両側に折っていきます。なんかやってきたでしょう。はい、ではここで開いてひし形に折ってください。はい、折れましたらこちらもひし形に折ります。はい、この折り方久しぶり。中開いて三角形中がある方を下に持ってください。持ったら戻して1枚めくります。横を開いて面を変えます。裏側も1枚開いて面を変えてください。久々やなこれ。クワガタが久しぶり。では上の紙を、三角を下げてください。この形になったら、この方向で持って真ん中に向かって三角軽く折っときます。まあそんなにがっちりじゃなくていいです。これ、ね、今回はずらしますので軽く折っときます。はいはい、まあある程度折れました。折れたらこのラインに合わせてこいつを持って斜めに折っていきます。久しぶり。ほんと折り返します。ここの線に合わせて折り返してください。はい、そしたら反対側も同じでございます。違う方向にも折っておきます。折り返してください。折り返したら広げて、先っちょから、先っぽか、先っぽから縦にここまん辺まで折ってつまんであげて、ここ折り線山折りしていただいて、この折り線で谷折りっていう風にしてあげてください。はい、こんな感じで折ってあげてください。左右に倒します。倒したら裏側いきます。同じです。折り線で折って折り返して、さらに折って折り返す。開いてつまんで折り線で折って
寄せて倒しておきます。はい、できましたらこの斜め線を使って立てていきます。斜め線を使って倒します。ここを使ってこうです。でこちら側もへこますような感じで斜め線使って倒していきます。基準としてはここに線があると思うので、こいつをここに合わせるような感じです。それをこのラインに合わせるぐらいで、まあ適当にどうせ変えるので、今回はこの折り線は変えますので、まあある程度でいいです。はい、できましたでしょうか。できましたら今回はちょっと変えます。この状態からちょっとこう開きたいんですよね、両側に。ですので折り線を変えます。まあつまんでもらって、今ある折り線よりもこっち内側の方に折り線を変えるような感じですかね。でグッと下げていただいて、ここの角にこのラインが来るような感じ、ここまでで折ると、で折り線が変わってる感じですね。はい、多少開きました。この状態で今回はやっていきます。ちょっと先にこう下げといて、動くようにしといて、この角に合わせて、はい、これぐらいですね。で折っちゃいます。はい、できましたら内側でもいいんですけども、真ん中に細く、真ん中に合わせて細く折ってください。はい、折れましたらこの辺で上に向かって折り上げます。折り上げたら開きます。ハサミをご用意ください。真ん中の線でここまで切ります。気をつけて使ってください。はい、切れましたら戻しておきます。ここでいい、これでいいですね。この状態で OK です。そしたらここですね、一回表で折ろうかな。本当はこっち側に折るんですけど、分かりやすくここのラインに合わせて折ります。三角に折ります。でこっち側はここに合わせるような感じ、まあ、これぐらいかな。もうちょい合わせるのはもうちょいか、これぐらいですのイメージで内側に折ります。合わせるぐらい、この辺合わせて折ります。こんな感じ。はい、この角折れましたので頭を作ります。頭は、まあ、ある程度これぐらいですかね。折り上げます。折り上げてここ開いてもらって、斜めに折り線を作って、このラインが内側にここのラインと平行になるぐらいで開いてください。で折ります。折ったら反対をやる。はい、ここのライン揃ってれば OK かな。折って少し余裕持って折り下げます。折り下げたら線で中にしまいます。中に入れます。入れたらこう斜めにちょっと開いて
まあ、大体この角ぐらいで斜めに折ってます。これはお好みで、なんとなくっぽく折りたい。この角からこの辺ぐらいまでで斜めに折ってください。はい、折れたら一回顎いきます。この細いところ戻します。足を戻して、足からはみ出ているところからつまんでいきます。はい、根元からつまんでください。こんな感じでつまんで半分ぐらいに折るといいかな。こんなもんですかね。はい、これがお顎になってきます。反対もまず足のラインに合わせて折ってつまむ。つまんでいった時にだいたいこれ半分ぐらいになるように折ってます。こんな感じかな。はい、じゃあ邪魔だから折っちゃう。足の付け根の付け根というか頭のここ折ります。斜めに折ってください。まあ大体で、でさらにここつまむと。はい、つまみましたら顎を折っていきましょう。まあ、その辺は結構大王っぽいですね。大王平田っぽい感じで、まずここに線があるんでこの辺で折っときます。なんか角じゃないな、ここは角だな。はい、折ったらこいつを使って内紙を作っていくことになります。この三角形ですね。こいつで三角形ができると思います。ちょっとしっかりめに折ってもらってつまんで、このまま先っちょもやっちゃいます。ここからまあいい感じにって感じなんですが、こんな感じで先の方も折ってあげてください。あとお好み調整かな。顎は簡単でいいね。お好みで先を2つに細く折ります。これやってもやんなくても、やった方がなんかっぽい気はする。味付け程度に折っとくと、はい、こんな感じですね。はい、では反対もやっていきます。斜めにこう折って、さらに先ほどの折り線で三角しっかり折ったら内側に曲げながら、先っちょで2つ折りっていうよりはこの辺でバランス見ながら斜めに折っちゃって中に曲げていく。クルビデンスって曲がった顎のっていう意味ってウィキペディアに書いてありました。よくわかりませんが、ラテン語なんですよね確か。学名ってラテン語なんてわからん。はい、先の方を気持ち折って戻しておきます。気持ちの問題。顎はだいたいこんなもんですかね。あとはお好みで調整してください。割とね、新種のクルビデンス、クルビデンス SSP ババイですね、ババクルビをモデルに作りました。でないとまあ割と似てるんだよね、オクワガタって。難しかったですね、差別化が。頭折ります。真ん中あたりを
グッと押してあげて、この辺かな、この辺で折ってます。はい、ちょっとへこませとくといいかも。クワガタっぽいかも。はい、横っちょ折ります。硬いかも。そうですね、斜めに頭の横を足のところに合わせて、とりあえず折っちゃって、これでだいたい頭できてる。で、胸の方はまた斜めに折る感じですね。角に合わせて折ってあげてください。まあだいたいこんなイメージです。で、多いので折ります。角くらいに合わせて、まあ大体で折っときます。少し折って、こんな感じですかね。で、反対も少し、余計なとこは折ってあげて、さっきの折り線で折ってあげる。こんな感じだと思うんですよね。はい、そしたら足折ります。真横に斜め折りして、めんどくさい人はもうこれで斜めに折って終わりでいいですし、なんかね、足細いらしいので、よく知らないんですけど、買ってないんで、細く2つに折ります。折ってからこの辺で斜め前に折っとくといいかもしれません。はい、折ります。折って体の外側、頭のだいぶ外側で斜め前に折っております。はい、戻して、こんな感じ、クルビレンスの頭完成です。体を折っていく、白流し角から折っていきましょう。クワガタのちょっと体を細くする折り方を使っていきます。三角折っていきます。もう知ってる人は自分のペースでどんどん折っていってください。まあ、合体も結構予想通り、体の最後もしあれだったら一緒に見てくれれば、色三角折っていきます。体のね、その最後だけ見てもらえたら合体方法が分かります。三角形に閉じていきます。折り線使ってください。そしたら真ん中に向かって三角形4回折っていきましょう。はい、折れましたら必ずどかしてから三角を折っていきましょう。連休が始まりますね。9月の秋の連休ですね。はい、折れましたらこのままもう一回三角形さらに折っていきましょう。向きだけ間違えないように折ってください。この方向で折ってくださいね。向き間違えるとちょっと開けないので要注意です。戻して合わせて三角、三角折ったら上の髪と下の髪をそれぞれ合わせてください。はい、開いてずらして折ります。ここまでやってからへこませに入っていきます。もしかしたらクワガタ初めて折る方もいらっしゃるかもしれないですよね。はい、ここまではね、カブトと一緒なんです。で、角と角でまず三角形に折り下げてください。ここもやったかな。その線を越えるぐらいで三角にさらに折って、一緒にもう一回折っとくといいかな。
はい、折れましたら戻しておきます。体の横っちょを縦に、まあ、斜めに折っていきます。この辺が細くなる感じなんだよな。これぐらいはみ出てます。反対側もまあ同じくらいで折っといてください。真ん中の距離とかこの線をどれぐらい超えてるかでなんとなく折ってくれればいいと思います。で反対側もそれに合わせて裏側か折ってあげてください。この部分へこませることになります。戻しちゃっていいです。しっかり折ってください。このまま開いていきます。開いたら背中側出してください。ここ三角形に折っていきます。山折りをしてください。先の方も山折りしていきます。はい、三角に折っていきます。こんな感じです。三角に折れましたら真ん中で谷折りしていきます。はい、で閉じてください。開くとこんな感じになってます。こいつをへこませて閉じます。反対も一緒、開いて背中側を向けてもらって三角に折っていきます。ここからは夏も終わったので次の夏に向けてね、どんどん、まあ、次は100ですかね。1年で50いったんで、はい、真ん中へこませます。次の年にはもしかしたら100とか100種類とかな、100本目とかなってるんでしょうかね。夏に向けて貯めていく感じですね。動画ねできるといいな。中足になるんですけど、こっち折ったらちょっと溶かしてこっちの折り線折っていきます。でへこませますね。広げて背中側を出してもらって、折り線としてはさっきとちょっと変わってこことこことこことここで先っちょも折る。この感じで山折りのラインを作ります。で中を3本谷折りのラインがあります。ここで谷折りしていきます。それに従ってへこませて畳みます。後ろ足はこんな感じです。ここです。はい、反対も同じです。まだギリギリセミは鳴いてますね。だいぶ涼しい日がね続きましたが、少し暑さも戻ってなんか秋と夏の間って感じですね。なんかちょっと寂しいね。クワガタまだいるんだろうけど、へこませましたら後ろ足が持っていきます。ここにうっすらとですけどもね線があると思います。この線ぐらいで外側に斜め折りしてください。折ったら折り返します。細くなったな、なんか先っちょもさらに細く折ります。よいしょ、こんな感じです。反対もここ持ってもらって、この辺なんかラインがあるんでこれ基準でいいと思います。外側に斜め折りして折り返す。はい、こんな感じで折り返して先っちょを細く折ってください。でさらに外側にまあ適当にこんな風に折ってます。戻しときます。外側に折っときます。これはまあお好みで。はい、中足やります。万歳。線に合わせて真横に斜め折りをしてください。細く折っていきます。はい、
細く折ったら斜め前、結構開き気味でいいと思います。開き気味で、この辺で下に折ってます。はい、こんな感じで縦に折ります。折ったら三角に折ります。ここに向かってこの折る感じですかね、だいたい。はい、こんな感じ。開いて折り線でへこませてください。へこませたら片方に寄せてつまんで広げてお尻の丸みを作ってあげます。はい、できたら中で、暗い気がする、見えますか。はい、中で小さい三角形に折ります。見えますか。中で倒してもらって、中で半分の三角形にしてあげてください。折ったら起こして、こう反対側に倒します。まあできる人やってください。はい、できたらこっち側戻します。もうこれでいいですね。少し丸みつけます。はい、こんな感じでクリビデンスオクワガタの体完成です。合体していく、両面テープ使います。このね、のりしろのところにつけてください。チェルテープを丸めても大丈夫です。はみ出したところを理解して、ここですね、バランスよく貼り付けます。ちょっと照準版でかいな、今回。いいでしょう。よっしゃー、こんな感じでクリビデンスオクワガタの完成です。というわけで今回のクリビデンスオクワガタ作ってみました。うまく折れたでしょうか。この動画が良かったらいいと思う、そうじゃない人はグッドボタン、チャンネル登録まだの方もそうじゃない方もチャンネル登録してくれたら嬉しいです。感想やリクエストコメントにどうぞ。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また折りに来てね。千葉でした。バイ。